皆様、こんにちは。にゃく姫よ。こんにちは。霊夢よ。マリサだぜ。みんな、よろしくだぜ。って、朝の金融ニュースは不定期なんじゃなかったのか？マリサ、何言ってるの？これは朝の金融ニュースじゃないわ。違うのか？違うわよ。だっていつもの韓国ニュースだもの。なら、ここからジンボルトのツッコミが来るのか。本編のように作るとしんどいから雑談形式よ。一つか、二つ、韓国や中国関連のニュースを見ていくわ。なら、ウォンニャス速報もやればいいじゃないか。あら、いいところに気がついたわね。そうよ。ウォンの動きも見ていくわよ。それではチャートをどうぞ。昨日の時間外はこんな感じね。おいおい、これはフルボッコじゃないか。1290ウォンまで一時的に落ちてるぞ。そうね。これだと来週はソロボンね。今週は1260ウォンまで上がっていたよな。そもそも、韓国の金利凍結、米利上げするのに、ウォンが上がっていた方がおかしいのよ。確かにそうだよな。理由は何なんだ？日銀のイールドカーブコントロールへの警戒かしら。結局、金融緩和路線の修正はないってことで、円安になったけど。なるほど。その警戒感が消えて、為替はドル高になっている。だから、ウォンも売られているってことか。まあ、そんなところだと思うわ。では、注目ニュースを、見ていくわ。ニャス姫、お願いね。ニュースウィーク、韓国の盗撮問題記事に対し、ソウル新聞韓国を卑下する意図がある。韓国では、トイレにあるトイレットペーパーの中や紙コップ、火災警報器、浄水器、自動車の鍵、壁時計、鏡など様々な場所で盗撮カメラが発見される。韓国では盗撮犯罪が多発しており、外国人観光客の間で、要注意の対象となるなど国際的な問題となっていると。米国時事週刊誌ニュースウィーク日本版が伝えた。ニュースウィーク日本版は、19日、韓国の盗撮が国際的な問題で、記事内で公衆トイレ、宿泊施設で、隠しカメラが流行という、タイトルの文をインターネットに載せた。日本人が書いたこの文は既存に知られている。韓国内の報道や発表など内容をまとめたものだが、全体的な論説や表現方式で韓国を卑下する意図が明らかに現れている。文章では、韓国では公衆トイレや女子更衣室などに隠しカメラが設置され大気な問題となっているとし、先月4日、ソウル朝浦区で女子トイレを盗撮して逮捕された20代男性の事例を挙げた。ある商店街の女性トイレで盗撮していた男性が、女性二人に発覚して逃げようとしたところ、飲食店従業員が 400M 程度を追って、彼を捕まえて警察に渡したとした。去る3月、ある外国人が韓国の公衆トイレには、カメラが隠されている可能性があると。4月には、別の外国人が韓国旅行をするには、探知機が必要だという内容の投稿を、それぞれソーシャルメディア SNS に浮かべたことも紹介した。野党である民主党議員が警察資料を取りまとめた結果、2017年から2022年まで不法撮影届出が 39,957 件、1日平均18件に達したと発表した。ニュースウィーク日本版は、韓国の盗撮は国際的にも問題となっていると主張した。2021年10月、シンガポールで実刑を宣告された盗撮犯は韓国軍将校だった。これに先立ち、同年7月、国際人権団体ヒューマンライツウォッチ HRW 女性権利局ディレクターは、公衆トイレや女子更衣室の盗撮屋が商売として成り立つ例は、全世界で韓国が唯一だ。猥褻な光景を盛り込んだ撮影物を販売する市場が形成されている。韓国以外には見たことがないと話した。
文章では隠しカメラと同様に、監視カメラ CCTV もあちこちに設置されている。監視カメラは、交通法規違反取り締まりのほか、ゴミ無断投棄監視用、地下鉄駅、小売店など各所に設置されている。中には事務所に音声録音も、可能なカメラを設置し、職員の言葉や行動を盗撮する会社も、あるという、と記載されている。しかし、深刻な盗撮犯罪が相次ぐ日本も同様で、あるという点で、ニュースウィーク日本版の文について、日本の問題点を指摘する意見も提示された。あとは、省略、ニュースは以上ね。霊夢、これはどういうことなんだ？盗撮大国の韓国が悔しいので、韓国メディアは盗撮は日本でも行われているという報道したてことよ。つまり、いつもの日本もってやつ。確かに日本でも盗撮が問題になってるけど、それを指摘したところで韓国が盗撮大国である事実は変わらないわ。例えば、韓国の女性旅行者が国内のモーテルに泊まるときは、盗聴器やカメラなどが仕掛けられてないかを最初に探すというエピソードがあるわ。マジかよ。泊まるところが仕掛けているのか。後で言い訳するそうよ。防犯目的とか、自分らは知らない、誰かがつけていたとか。韓国では盗撮が日常的で、いくら捕まえても減らないものな。ソウル新聞は自分らの盗撮を批判するよりは、取り上げた。ニュースウィークを批判して、日本もとか論理のすり替えをしているわけよ。まさにいつもの韓国人よ。自分が悪いではなく、他にもやっている。マジで子供みたいなやつだな。まあ、この手の主張はよくあるわよ。韓国人は鵜呑みにするから。韓国だけじゃない。日本もやっている。そして、気がついたら日本は盗撮大国にされているわ。日本ではごく一部とか、そういう情報にならんてことか。別の他の国だって盗撮ぐらいあるはずよ。でも、国際的に問題になるほど韓国がひどいてこと。それをスルーして、日本を批判する精神が幼稚てことね。といったところで今回はおしまいよ。おい、霊夢。新しい動画を作るならジンボルトは休めないんじゃないか？ええ、そうでもないわよ。朝の金融ニュースで一番辛いのは、毎日、早朝に起きないといけないてことだから。動画は24時間、いつでも作れる最大のメリットが使えないから。しんどかったのよ。ああ、そうか。ボンニャス速報、朝の金融ニュースも、速報性が求められているものな。まあ、土日はボンニャス速報はないから、軽めのニュースはなるべく出したいところよね。そういうことらしいので、これからも応援とチャンネル登録をよろしくだぜ。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。それでは次回。バイバイ。